明日の瀬戸内国際芸術祭の夏会期の開幕に合わせて、高松市の八島三条に新たな施設が完成しました。その名もヤシマール。かつて年間250万人近くが訪れた香川の一大観光地、八島復活へのきっかけになればと期待されています。どうぞ。八島の山上に完成した交流拠点施設ヤシマールです。緩やかな曲線を多用した独創的なデザインで、河原には高松市特産の味石が使われています。展示室では八島が舞台となった源平合戦をテーマにした巨大なパノラマ絵の制作も進んでいます。建物の周囲は全長200メートルほどの廊下になっています。地形に合わせて作られ、両サイドはご覧のように全面ガラス張りで、瀬戸の雄大な風景を楽しむことができます。八島の活性化を目的に、高松市がおよそ16億円をかけた八島ある観光地、八島の復活を狙います。旅行ブームが去ったりなんかして、非常にみすぼらしい状況になってた。少しでもこう、観光客が増えて、で地域全体でこの滞在客が増えることに寄与できたらと。1961年の八島三条の様子です。多くの観光客でにぎわっています。ピーク時は年間250万人近くが訪れましたが、観光客は減少。この10年ほどはピーク時の2割ほどに落ち込んでいます。かつて旅館があった場所に建てられたのがヤシマールです。ヤシマ三条にある飲食店も新たな施設の誕生に期待を寄せます。ヤシマに一つのポイントができて、まあ景色だけじゃないけど、なんかにぎわってるねという、そういう感じが伝わっていければね。この八島一帯として、この文化的価値みたいなものを持った地域であるということをこう売り出して、うまく売り出していければなと。高松市全体の観光振興に役立つように持っていけたらと。人々の和という意味もマールの言葉に込めた八島ある。八島三条から交流の輪、にぎわいの輪を広げていきます。